介のワイド本気です。この番組は脚本家渚しぶちとナレーター平野健介がものづくり表現について割と本気に語り合う番組です。はい、どうもー、どうもー、ワリホンでございます。ワリホンでございます。順風男女とネモスの隣の平野健介です。はい、渚しぶちでございます。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。11月第3週でございま す。寒くなってんですかね。ねえ、まだ今のところは全然そんな感じないですが、うん、そうですね、はい、まあでもね、11月3週はさすがに、さすがに涼しいんじゃないのなってくれて困りますけどね。うん、ご存知、新金線に乗ってきたんですよ、この間。新金線ってあるじゃないですか。新金線に乗ってきたんですね。心筋線、はい、病気ですか、なんか出た適質何にも知らないな、平野くんは。心筋線、はい、ちょっと待って、心筋線、心筋線に乗ってきました、この間。心筋線、じゃないの、まず平野くんは。心筋線、なんすか、心筋線って。もうちょっと待って、じゃあ説明するよ。ちょっと待って、はい、お願いします。あのね、はい、あのね、はい、葛飾区の金町っていう駅があります。はいはいはい。あと、うん、同じく葛飾区で、うん、新小岩っていう駅があります。はいはいはい。でこの新小岩と金町を結んでいる貨物の鉄道があるんです。貨物、そう、貨物線、はいはい、専用の鉄道があるんです。はいはい。でこの貨物線は、まあ、まあ昔からあるんだけど、はい、これまあ、ね、葛飾区の、ね、地理を知ってないと意味ちょっといまいち想像しづらいんだろうけど、うん、金町っていうのは常磐線って言って、割と区の北の方を通っている、うん、東西に結んでいる電車があって、うんうんうん、で新小岩っていうのは総武線っていう区のうんと南の方を通っている、うん、電車があるんだけど、うんうんうん、この、うん、日本を縦につなぐラインっていうのが今のところバスしかないのね。はいはいはい。まあ、そういうところ多いじゃん、あの、うん、西東京の方でも多いじゃん。それありますあります、ね、西武新宿 と、ね、中央線とかさ、はいはいはい、車で行ったら近いのに、ね、そう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 、京王線とかもそうじゃん、はい、電車で行ったらくの字にならなきゃいけないよっていう、そうそうそう、はいはいはい、ね、っていうようなことが葛飾でもあって、しかも葛飾の場合、うん、そのね、京王線と小田急線とか中央線は、うん、例えば新宿っていうハブが近くにあるじゃん、割と、はい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 、葛飾はそれがないの。はー、だからとにかくこの縦のラインが不便で、まあ、うん、バスがその分いっぱい出てるんだけど、なるほど、この縦につないでる実は貨物線があると、はい、それが新金線なんだけど、おこれを貨物専用じゃなく、お旅客化しようじゃないか、つまり普通の人が乗る電車にしようじゃないかという計画がずっとありまして、これが一応予定では2030年に旅客化で開通する予定が、あ、いやまだ開通してない、してないしてない、おお、だから貨物線なのよ。おそうそう、え、だからさっき僕なんて言いました、え、新金線に乗ったよって、おかしいじゃん。いや、じゃあおかしいでしょ。おかしい、追いついた追いついたそうでしょ新金線に、うん、はい、なんで貨物船だから、はい、普通人は乗れないんですよ、はい、貨物の運転手さんとかじゃなきない限り、うん、はい、で、うん、この新金線を旅客化しよう運動をしている人たち主催で、うん、それプラス空もそうだし、あと、うん、まあ、JR もそうだし、あとそこに旅行会社の大手旅行会社も絡んで、はい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 、この新金線を、まあ、要は試しに旅客の電車を通してみようというイベントがありまして、それの第3回目がついこの間あったの。もうすでに2回そういうのがあったんだ。関係者向けってことじゃなくて、一般もやってる。そうそう、で私応募してきたんです。で、あの、まあ、それは別に抽選とかじゃない、あの応募すればれる。あ、そうなんですか。そうそうそう。で乗ってきた。これがさ、やっぱ、まあ、電車普通に乗ってるだけだったらね、うん、多分何とも思わないかもしれないけど、うんうんうん、やっぱさ、貨物の路線だから、うん、あのね、明らかに、うん、なんだろうな、旅客の普通の線路と全然違くて、そんなに乗ってて分かるぐらい違う。いや、乗ってて分かる、うん、
ただ乗ってたら何とも思わないけど、はいはいはい、まあ、貨物だって意識して乗ってるからかもしれないけど、ある意味ね、何にもないの。はい、だって駅も別にないのよ。その金町、はいはいはい、新小岩間に別に泊まるとこなんかないんだから。だから実は乗ってたら10分で終わっちゃうんですよ。なるほどなるほど。なんだけど、うん、であと単線だったりするの、1本しかないから、だから田舎のローカル線乗ってるみたいな感じでもあるし、あとそれこそ、まあ、駅がない以上に本来そんな、うん、普段実は1日2本しか通らないの、その電車って、その線路って。あ、だから、はいはい、あのはっきり言って線路の脇とかも、うん、なんあれ当ててるって言ったら変だけど、まあ何も開発されてないし、そうそう、されてないし、あといろいろな資材がなんかそのままレールみたいなのがゴロンと置きっぱなしになってたりだとか、なんか本当に面白い、なんかあの手つかずな感じ、そんな面白いですね。そうだからすごい貴重な体験だった。ああ面白い。ね、まあ、単純に面白かったんだけど、はい、でここでもやっぱし鉄道も鉄道でオタの人たちがいっぱいいて、うんうんうん、鉄道オタすげえなって思ったのはあの、つまり、はい、俺は乗ってる側だけど、はいはいはい、外側から見ると、うん、普段、うん、貨物線しか通ってないこの線路に、うん、普通の列車と、あの、まあ、客車がバーって通ってるわけ、うんうんうん、だから多分ね、興味ない人は、うん、それをが通ったとしても別に何とも思わないと思うんだけど、まあまあ、はいはい、あのね、こう車窓を眺めてるとね、うん、外にいる人がね、明らかにあれっていう顔をしてこっちを見てる人がいるわけ。ああ、なんか違和感には気づいてる。そうそうそう。で、なんならもっとすごいのは面白い、もう通った、俺らがその乗って通る頃には、はいはい、がっつりカメラを構えてこっちを見てる人もいる。なるほどなるほどね、はいはいはい。これがだから貴重な光景であるということを分かった上で、なんなら調べてて、はいはいはい、あの、乗りたいわけじゃなくて、うん、この、その外側から写真に収めたいっていう人は時間だけ調べといて、うん、そのベスト撮影ポジションについといて、そいつが来たら撮るっていう、うん、そっちの撮り鉄っていうね、人たちはそっちを楽しんでるし、うんうん、で当然一回その金町駅にも行くんだけど、その金町駅もいわゆる普通の電車のホームじゃないところに止まるのよ、うん、だからそんなところに客車が結構長い時間停車してたんだけど、それもやっぱおかしいのよ。でこっち側から金町駅ホームが見えるんだけど、普通にね別に何とも気にしてない人が圧倒なんだけど、中にはあれって顔してこっち見てる人もいるわけで、慌ててスマホ出して写メを撮ってたり、あそうですね、これ何？そうだからホームからレール 2,3 本分離れたところに客車がただ停車してるの。これをおかしいって思える人がいるの。それに長いこと住んでる人もね。でだから声は聞こえないけど、はいはいはい、もう車窓から見ると、はい、あれ、ね、おかしくない？おい、ねえねえちょっとあれ見ろよみたいなのやってる人たちがいるの。それとかが面白くて、あ気持ちがいいです、ね。そうそうそう。これがね、なかなか。で、それは一応その新金線っていうの自体は、うん、まあ10分ぐらいで終わっちゃうんだけど、うんうん、そのツアーは一応もうちょっと行って、うん、で、やはり別のところの貨物路線とかを通りながら最終的に宇都宮まで行くツアーだったのね。すごい、そう、その行けるもんなんですか？行けるの。貨物が通ってて、その武蔵野線っていうのに入り込んだり、で、東北本線に入って、そうそう、宇都宮まで行くの。あすごい、そんなことができるんだ。貨物 の、 その鉄道網っていうのも実はすごい、全然それ意外、決まってるんじゃないですね。そうやってグネ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 いろんなとこ行けるんです。そうそうそう。ああ面白い。なもちろんそれは特殊なね、そういう日だからそういう生き方をしてるんであって、普段からそんな通り方はしないかもしれない。面白い。へえ、そうで実は宇都宮 に、ついて3時間ぐらい自由時間があって、帰りはまあ普通に上野駅に帰るんだけど、その3時間の間に LRT に乗ってきたんですよ。 LRT、うん、LRT、うん、はい、LRT とは LRT、 でしょ。ちょっと待って待って今日このまま終わる。このまま A でしょ。LR… ちょっと待って、どこまで行ったんでしたっけ。宇都宮に行きました。た最近の宇都宮のトピックスといえば、はい、
リニアモーターリニアモーターか、あ、違う違う違う、あれそれ静岡でしたっけ、え、どこ、何の話をしたっけ、あ、違う、恥ずかしい恥ずかしい、いや、でもちょっともしかしたら近いのかも、あれ LRT、 うん、LRT、 あれ全然わからん、T、トレイン、トレインはトレイン、あー、惜しいけど、まあ、まあ、でもつまり、はい、路面電車、路面電車って日本全国結構あちこちにあるじゃん、ただ、うん、今年開通した路面電車なんて、あ、まあ、ないニュースでやってる、そう、はい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 、あの、本当最近実は割とニュースでもやっていて、はいはいはい、実は今年、うん、宇都宮は路面電車が新たにできたの、うん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 、それに乗ってきたんだけど、はー、これもやっぱすごくって、うん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 、あのやっぱね、最近できただけあってすごくエコを考えてて、めちゃめちゃその、まあ、電気で、そう、まあ静かなんでね、あのなんだろうな、今は、はいはい、その観光目的もあって、はいはい、割とそのすごいたくさんの、しかも週末だったからめちゃめちゃ乗って混んでるんだけど、繋いでるとこ自体はまだ正直、うん、まだそんなにいろいろあるわけじゃない、まあ、大学があったりとかするから、あと工業団地とかそういうところを繋いでるから、後にそういうね、通学の人とか通勤の人とかで、あのいっぱい乗るんだろうけど、今はまだ観光客の方が多いって感じだったから、でもね、いや、すごいやっぱね、新しくこれを作ったっていうのはかっこいいなと思って。そうなんですね。いや、函館とかで乗ったことあったかな。まあまあね、うんうん、行ったこと、もうあれもなんか車とか大変そうだなと思いましたけど、一緒に走って、そうそう、一緒に走ってですよね。まあ、だから都内だってね、あの荒川線っていうのが路面電車あるけども、ありますけどね、どっちかって言ったら路面電車って今どんどん少なくなっていってるのよ、はい、東京はもう今は荒川線しかないけど、うん、昔は何系統もあったのよ、都内に路面電車って、それがどん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 なくなって、はいはいはい、今は荒川線しか残ってないけど、うんうん、っていう感じで、まあ、地方にも、うん、まあ、それこそ、どこだ、札幌もあるし、うん、岡山とかもあるし、富山もあるし、うんうん、結構あちこちに路面電車はあるんだけど、新たに作るってすごいです、すごいことだと思う、これが一番良かったってことですね。そう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 、あ、そうなんだ、これもだから貴重な体験だから、1日に2度あのいい電車に乗るっていうねすごいすごい、あのアイドルオタクでもあり鉄オタクでもあり忙しいなこの人っていう感じ、鉄道の中でライブやってくれたら一番いいです、はいはい、まあ、いるでしょうね、まあ、そういうのいるでしょうね、そういう、ね、アイドルさんたちもいるかもしれません、うん、ちなみにその、貨物列車、都電荒川線じゃねえや、新金線、新金線、うん、新金線の、うん、その客車、うん、っていうのはそれは新たにそのために作る、あ、いや、今のところは、はい、あれ、あの普通に、はい、あのどっかで使ってた電車を使ってただけなんだけど、実はその宇都宮のやつっていうのは、うん、あのね、まあ要はすごく言うと、とっても軽量化された、ほうほうほう、あの電気で、まあ電車だから電気ではそうなんだけど、すごくエコな感じの、あの電車なんで、で実は新金線の旅客化はそのタイプの電車で行こうって今計画されてるわけ。あ、路面、あ、違うんだ。でもそれでもその、まあ、そうか、レール走るのは一緒っていう。レール走るのは一緒で、だからなるだけあの電力を省エネできる感じの、はいはいはい、電車でやろうっていう計画があるから、まあ、セットでそういうツアーになってたんだけど、あ、それはもう完全にそこのセットのやつ、うん、あ、セットって言っても一応自由行動で宇都宮に行くっていうところまでなんで、はい、で、はいはい、だからあの別に LRT 絶対乗ってくださいとは言われてないんだけど、なるほどなるほど、まあ、大体の人は、まあ、それに乗るような人は行くだろうって、そう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 こういうのが、ね、その宇都宮でこういうのをが新金線を通るかもよっていうところまでが一応セットなんで、なぎさんみたいに好きなものがいっぱいあると、ね、いいですね一年中楽しいことばっかりですね。だから、うん、足りないんだよ時間が時間とお金が時間がない公演時間がない公演覚えたね覚えたいい、ね、そういうことかそういうことなんだ好きなものがありすぎて時間がない公演あポジティブな捉え方はい、なぎさんしぶしと時間がない公演まだまだ続きます、はい、ありがとうございました。また来週、渚橋口と
平野健介の割と本気です。